私、侍と潰してしまうぞ。やめさせろってんだ。このエセニャッコ。次はドイツだ。 寝ぼけるな。生意気な。クローデンやりゃ。お前の体をいただくぞ。よせ。さあ、よこせ。やめ。 いただきます。何やってんだ。苦しいって言ってる。やめろが。どうしたんだ先生。あ、こら。やめろ。なんで先生がバッグに入ってるんだ。 友人、置いてけ。あ、ごめん。いきなり来るもんだから。え？さっさと脱げ。あ、ちょっと。あ、すまん。つい。やめろ。 今はやれること。安心しろ。数日は姿を見せられない。まったく。悪いが血をもらうよ。やめろ。 やめろお前たち。とにかく今日は帰ってくれ。影以外の攻撃は反則だって言ってんだろ。危なかった。夏目のそれは反則じゃないのかい。 よこせ。言った言ってるだろうが。やめろ先生。わかったか。 付き合いに飽きて手紙をやめただけかもしれん。やめろ。惚れ惚れするね。拳を振り上げる時の横顔はレイコそっくりだ。すごい。あんな華麗なのような腕で。地図をよこせ。 先生！
踊るよ。びっくりした。